回目か。また質問答え言います。来年は就活氷河期で、商社の採用人数も減りますでしょうか。これはごめんなさい。わかりません。今ライブ始めたんだけど、入れる。もしかしたら、一般的な、物産なぜ書を書かなければならないんですが、どのように対策をしたらいいですか。あった私は特定の部署に入りたいので、URL が下がったらもうね、今すぐ教えていただきたいです。わあ。これは結構僕もあったら悩むんですけど。うん、オッケー、ありがとう。じゃあもう移動させるね、みんな。はい。はい。はい。あ、すいません。僕の電池がもうあと1分ぐらいで切れるんで。やばい。今コメント欄の下に、貼ったんですよ。次の URL をトップ就活チャンネルの方で。皆さんすいません。お手数なんですけど、まだご視聴いただける方は、こっちの URL に移動していただけますか。すいません。あ、移動。こっち側でライブ配信するんで。あ、すいません。もう入ってる人。はい。すいません。徐々にちょっと移行お願いします。ちょっといつ、そろそろ。切れちゃうので、うん、すみません、皆さん、本当に申し訳ないです。で、十分映ったと判断したら、こちら切りますね。すみません。質問こっち見ながら。どこまで行きました？あ、ですね。もっと上ですね。もっと上ですね。結構、質問がめっちゃ来てて。ちょっと待って、来ている質問に答えますが、すみません。放送されてます。あ、ありがとうございます。あ、みんなこっち来てくださった。ありがとうございます。すいません。すいません。じゃあ、こっちにちょっと新たに来た質問の方に回答していくんで、ちょっとすいません。はい、新しい。これ、いけてんのかな？見えてる？見えてんのこれ。見えてますね。いや、どうなんだろう。見えてますよ、きっとこれ。はい、皆さんどうも、こんにちは。おさです。トラブりすぎてごめんなさい。すいませんね。東京でライブ配信してたんですけど、まあ、いざですね、こういう局面に追い込まれたら、私、青森におりますんで、はい、皆さん、救世主、伊藤忠行きましたよ。そうなんて、どうすんの、サスケ。サスケたち答える今ね、81人。あ、いや、だからそれこそ同じじゃない？ 84。 あ、じゃあやっぱさ、うん。ちょ待って。みんなが待ってくれてんだね。みんな待ってくれてんだね。俺これさ、違うよ。多分、サスケのやつで俺が配信してんだよ。はい。じゃあ俺サスケのやつで配信してるよ。クリックすると。俺新しく作ってない。作ってない。だから同じだって。はい、すいませんね。皆さんこんなこと放送してる。何や。みんな三井物産の質問いいよ。みんな自由にやってくれ。はい。サスケと豊さんの声は俺が今こう同時通訳的に。聞いてますよ。じゃあコメント欄読み上げますよ。みんな三井物産の質問お願いします。ですね、三井物産の質問か。外資系のコンサルファームや投資銀行から商社に転職される方多いですか？いますと。いるんだ。なんかあんまりいる感覚僕なかったですけどね。あー、なるほど。デロイトとか、なんかそういう専門性を持った方々が三井物産には採用される傾向があると。まあ、これ三井物産に限らずですよね。多分専門性っていう意味の転職は。うんうんうん。なるほど。人数はやっぱり少ないみたいですね。この同時通訳は一体何なんでしょうね。みんな面白いわ。これ、まあとりあえずですね。もう斬新なライブっていうチャットがすごい続いてて。おい、120人見てんぞ。すごいね。やばい。まずは、じゃあ、みんなこれ面白いから、なんだかんだで。そうだね。せっかく豊さんいらっしゃるし、逆に豊さんから質問ある？
就活生向けに。ああ、なるほどね。あ、皆さん、じゃあ、豊さんから質問が来ました。皆さんですね、就活生ですけれども、就活以上に大事なものって今ありますかと。皆さんどうでしょうか。ぜひですね、チャット画面に書いてみてください。今、就活以外に集中してしまっていること、もう部活とかね、サークルとか、体育会ゼミ、研究、まあ、はたまたね、皆さん恋愛とかされてらっしゃるんじゃないですか。ね、うつつ抜かしてると大変なことになりますよというね、豊さんからのメッセージでございます。どんどん来ました。チャット来ました。チャット読み上げますよ。ですね、まず中村さん、彼女ですと。彼女に夢中中。いいですね。豊さん爆笑中。いいっすよ。伊藤まりかさん、お金に夢中ですと。リアル。リアル、リアル。いや、大事だよ。アルバイトもね、まあ自分でなんかビジネス作るのでもいいですけれども、お金も大事。大事です。次行きましょう。ですね、恋人、何？みんななんかすごいぞ、これ。パチンコっすね、とか、単位っすね、とか、研究、交換留学。なんかみんなすげえ。なんかいつも以上にチャットくれんじゃん。いや、中にはですね、サスケさんに夢中ですという方もいらっしゃいますね。いいですね。みんなごめんね、三井さん。三井さんの質問にしようか。ああ、そうね。そうですね。今ね、豊さんからアドバイスが来ました。皆さん、就活以外に今夢中になっているものは何ですかっていう質問の意図は、今皆さんが集中されているこのことを、まさに就活の面接のエピソードとして話すべきだということを豊さんおっしゃっております。まあ、純粋にその人の面白さとかが垣間見れる領域っていうのは、皆さんが今、現段階で興味を持ってる、パチンコって書いてる人いますけどね。これ言ったらアウトじゃないか。どうなの？ユタカさん。思いがあればいける？何のこと言ってんの？ 全然落ちるでしょ、パチンコは。まあ。いや、いいね。みんななんか、いつも以上にコメントくれるから楽しいわ。でもね、一方でね、オサさん、すげえ冷や汗かいてきてんだよ。このライブどうやって終わろうかなと。いや、でも、そうだね。今日は初めての企画をさせていただきましたと。で、まあ、三井物産の豊さん、そして三菱商事のサスケさん、そしてなんか急遽ですね、私、伊藤忠商事の長さんが出るという、まあ、初回のハプニングがありましたけれども、これからですね、この1週間、そして来週、そして来月含めて、皆さんの就活にとって役に立つ企画をご用意しております。まあ、ツイッターをリツイートしていただけたら、まあ、なんか皆さんがね、当選する角度が上がっていきますんで、ぜひですね、まあ、毎日欠かさず、この20時の YouTube OB 訪問、楽しみに待っててくださいと。豊さんの顔が非常に素敵だった。私、青森から見ておりましたけれども、やっぱりね、笑顔が素敵な方、受かりますよ。ここは間違いない。ここは間違いない。お里さんはガハハな笑い方で通った。だから伊藤忠なんですよ、という感じですけれども、いや、ひとちょさんに失礼ですよ。超エリートみんないますからね。超絶いい人たち、死ぬほどいますけれども。僕が笑顔採用なんですけれども。まあ、いずれにしても皆さんは、顔の腹筋じゃないか、筋肉か、鍛えて、面接にぜひ臨んでいただきたい。ですし、あとなんだろうな、なんかすげえチャット欄来るわ。ちょっと待って。チャット欄来るし、俺電話からこうすごい声聞こえてくるし、何話してるかよくわかんなくなってるんだけど。みんなからすごいの来てる。おささん、こじゅさんに電話してとか来てんだけど。みんないいね。みんな優しいね。これでもあれだよね。サスケと逆に、豊さんが今見てくれてんだよね。この YouTube ライブを。いやー、いいですね。立場変わればですよ。なるほどね。豊さんにまた出演いただきましょう。これはもう確定でございます。勝手に予定ブッキングしておきますんで、皆さん、三井物産さんのね、自分史っていう ES ありますよね。2000字で答えないといけない。あれ結構、しんどいと思います。だって400字のやつで5枚分でしょ？昔作文とか書かされたイメージでいくと。結構きついと思うんですけど、ここに関しては、皆さん、トップ就活チャンネル、安心してください。佐野さんというね、もうスーパープレイヤーでございますよ。伊藤忠商事人事歴22年を務めた方。方が、なんとですね、昨日かな？昨日 YouTube に、三井物産 ES はこう書くっていうね、こう書けっていうふうに、動画を用意しておりました。ぜひですね、皆さんそれを見てください。この配信終わった後に私概要欄と、
チャット欄に貼り付けて終わりますんで、安心してください。皆さん、この後はそれを見ましょう。で、プラスアルファでですよ。皆さん今トップ就活の137人見てらっしゃいますけれども、我々、てか私の会社ですね、経営してる新しいチャンネル、ベスト転職チャンネルご覧になってますか？はい、見てください。ぜひですね、社会人になってから、皆さん必ず困難にぶち当たります。その困難が解決されるようなですね、キャリアアップ、スキルアップの領域を取り扱っているのがベスト転職チャンネル。なので、皆さんは、はい、トップ就活チャンネルにいらっしゃってもいいんですけれども、ぜひですね、将来、10年後、20年後、30年後を見据えて、そちらの方も見ていただけたらなと思っております。わ、なんかすーげーみんなが来てるわ。ちょっと待って。はい。じゃあ、読んでいこうか。みんなコメントくれた人の名前読むよ。せっかくだからね。ドラクエ大好きオーディンさんが、やたらとコメントしてくださってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ヨダちゃんさん、ありがとうございます。ヒッキーさん、ありがとうございます。中村さんもね、いつもありがとうございます。NM さんもありがとうございます。ゆうき平山さんもありがとうございます。ダルミーさん、ヒッキーさん、マルさん、エモい画質ですねってきましたね。エモいの？この画質。マジか。エモいのかな？どうなんでしょう？わかんないですけど。まあいいや。はい、王三五郎さんもありがとうございます。読めないけれども、アトムジュートゥージューさんもありがとうございます。サポータージュさんもありがとうございます。レキさんもいつもね、ありがとうございます。コバさん、タタタさん、シュプラントさん、ヒーローさん。はい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 、どんどん来てる。どんどん来てる。岩さん、ワイワイさん。ありがとう、ありがとう。ミカサも、ミカサさんもありがとう。YR さん。あ、YR さん。ここ質問来ました。これちょっと答えていただきたいんですけども、豊さんにね。三井物産と三菱商事の社風、人、新人が困っているポイント、落ち込ん